ベビちゃんが。え？なんでまた泣く？なんかすごいそわそわします。見てみよう。ちょっとね、検査をしてみたんですけど、見えるかな、ちょっとうっすらですがあります。なんかすごいちょっとお腹が痛かったりしたので、軽い気持ちにしてみたんですけど、まだちゃんとしたあれじゃないので、もしかしたらあれかもしれないですけど、ちょっとどうしよう。ベビちゃんが出るかもしれないです。ママになるんやと思ったらすごいか、なんて言うんですかね、難しい気持ちです。もうすごい、なんかすごい嬉しいんですけど、ちょっと前に実は排卵障害があるって言われてて、結構ググったりもしたんですけど、ちょっと待って、頭の整理がつけへん。なんかまず来てくれたことにすごく感謝です、ビビちゃん。命が宿ってる可能性がすごくあるってことだもんな。でもまだまだ安心はできないし、でもちょっとびっくりしすぎて、多分日本語がめちゃくちゃになってると思うんですけど、すごく嬉しいです。ミミちゃん来てくれてありがとね。大ちゃん、大輔くんが美容院から帰ってきたら一回ちょっと言ってみようと思います。まず見て、解けるかな、読んでみて。大輔くんへ、いつもありがとう。これなんだ。これからも頑張ろうね。何これ、課題の全力の栄養。いやいや、ナス、人参、パイナップルやろ。うん、待ってね。うん、チックタクチックタク。待って、ハツ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 終わりってなる。カゴとかでは関係ない。赤子は全く関係ない、飾りも。パイナップル弱い。なんか言ってみてよ。じゃあ何で無言でやるん。あ、クリア。お、何？ん？何やったん、答え。間違ってるかもしれない、言ってみて。パパになる。うわー、当たり。何、どういうこと？めっちゃちゃんと入ってんねん、プレゼントが。え？ちょっとまだ薄い。え、これどっちがどうなの？これ線が2本入ってたらいいね。え？待て待て待て、ちょっと待ってや。マジ？マジ？でもちょっと薄いのと、え、これは陽性ってこと？え、陽性ってことやな。パパになるの僕？パパになる、多分。やばない？
だからちゃんと日にちも書いたの。それまでずっとトイレ我慢してた。あ、そうなんや。まずかけて、うん、もう見ずにこうやって置いた。ああ。で、え、あの旬の横にこうやって置いた、見えへんように。すぐ見える時あるから。びっくりした、テーブルの上置いたこと。違うよ、あ、閉じてよちゃんと。で、流して電気消した後にこの旬の手前に持ってきて、5分ぐらいここでそわそわして、あ、もう我慢できひんか、見に行こうってパッて見に行ったらうっすら線入ってて、えっ、ー、ってなって、なんか妊娠できにくい体やと思ってたのに、もしこれがあかんかったとしても、うんうん、大きな一歩やん、口からしたら。そうやな。そう、だからすごい嬉しくて書いちゃった。やばない、ちょっともうびっくりした。そう、おかしかったね。なんかずっと腰痛いしさ、うん、だから血来たんかなと思ってて、血ないし、もう確認したくてしゃあなかった。いや、なんて言って渡そうかなと思って。いや、だからまた病院でちゃんと妊娠してるかと、心臓がピコピコしてるかを。ピコピコ。え、じゃあほんまやって、あのピコピコしてなんか、なんかこれの悪いところは、うん、ピコピコする前にちょっとあの空に変えちゃうことがあるから、うん、バレない。やば。そう、なんかだからこれ見た瞬間に、うわ、何になるんやと思ったら、もう泣けてきて、なんか今も泣きそう。いや、俺も泣きそう。もっとギャン泣きすると思ったのに。いや、だってギャン泣きしそうやってんけどさ、あれがずっと見えとったよ。だから水の時に、うわ、バレたと思って。パパになります。バーイ。やば、やば。すごくない？安心はできないけど、私からしたら大きな一歩です。もうずっとずっと早く帰ってけへんかなと思って。毎日こうやって何々してくれたから、やっぱり。絶対ないとか言いながら。でも頑張ってたから、ご飯もちゃんと食べて。せやんな、だからもしお空に帰っちゃっても、これは結構大きな一歩や、うんうん、なあ。でもお空に帰ったら、あの掃除しに来たって思って。せやな、マイペースやから、うん、ずっと前からさ、お空に向かって喋りかけてるから。出る前よ。出る前で儀式化してたから、お空に。まさかすぎたわ。喜びも悲しみも一緒に分かっちゃったわ、絶対と思います。なんでまた泣くの、さっきまで泣いてんかった。いやと思う。自由やろな。もっとくっきり出るの？うん、本当はね。だからこれぐらい出たらいいけど、でも、もしくっても出たら余計ですね。あ、そうなん。うん。ありがとうございます。バイバイ。ちょっと実感わかんけど。せやね、ほんまにわかん。うん。いや、もうなんかチラチラ揺れてるやつですよね。そうです。うん、すごい。受けますか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。取れました？はい、取れました。